はい、おはようございます。世界を旅する FP シリーズ、バリ島、今日が3日目になります。今ちょうどですね、朝の、5時多分45分とかそんな感じだと思うんですけど、ちょっと僕にピントが合ってるのが分かりづらいと思うんですけど、こうしたらね、いい感じで、朝日ね、登ってくると思いますが、今日はですね、OCBC 銀行っていうね、シンガポール系の銀行に行って、私のコミュニティの皆さんとか、まあ、一緒にチームで動くんですけどね、そのチームの皆さんとこう銀行を作っていくと。ただ僕はもう3ヶ月前に終わ、ん?半年以上前に終わってるので、特にすることはなくて、ただね、銀行で、口座を作る、アカウント開設するっていうのは結構ですね、後々写真に残るとなんか、あ、行った感やばいんですよね。なので、皆さんのね、カメラマンになって、アカウント開設のね、行員さんと喋ってる姿とか、少なからず、まあ、英語力も求められるので、結構そういった記念になるのかなと思うので、午前中はですね、そういうところにしていきたいなと思います。で、午後からですね、なんか、またスパとか、そういうのがあるんですけど、午後から僕はね、ゆっくりさせていただいて、今度はエクシアのね、勉強会の、一応ページを作ろうかなと思ってまして、ナンバー2をね、関戸さん迎えてやるライブ放送ですけど、彼の写真とかもね、拝借しながら、結構、乱流ページを作っていこうかなと思ってます。で、午後はですね、ウルド市場というところに行きまして、ちょっと北の方になるはずなんですけど、そのウルド市場というところがね、非常にユニークな場所でして、街を挙げて中国人を嫌っていると。何なんだその街はってね、中国の人からしたら怒られそうですけど、なんか明確にこう規制線とか、なんかこう検問的なもので、あなたは何人ですかとかって言って、まあ、そうチェックするところはないんですけど、なんか街を挙げてね、なんかあんまり嫌ってるっていうのを前聞いてて、で、それはなぜかっていうと、すごい汚すからとかね、あとはなんかこう、お金落としてくれるんだろうけど、めちゃくちゃするからっていうことで、結構こう、多分市長というか、そういう立場ある方がね、あまり好ましくないっていうので、結構受け入れを拒否してるらしいんですよ。だとはいえですね、やっぱ日本人も多いし、韓国人とかもいますし、あとね、結構欧米の方が多いですね。特にオーストラリアです。オーストラリア、おそらくですね、飛行機で4時間とか5時間ぐらいなんですよ。で、バリ島からすごく近いんで、バリ島とインドネシアが終わったら、この辺にもうオーストラリアがあるんで、結構白人系の方が多くてですね、なんか外国来た感やばいなと言うんですけど、なんかね、バリ島の神秘的な天気と、その欧米の方のね、方と、我々のアジア圏と、混ざっていて、なんかすごくね、神秘的な街ですし、僕はなんか行く途中にですね、ジャコネコのコーヒーでね、ジャコネコ飼ってるところがあるんで、そのジャコネコのね、ところの秘境みたいなところですね、コーヒー飲むのが、コーヒー飲む時間があればいいなぁなんて思っています。はい。そんな感じかな。で、今日はですね、まあ、知ってる人は知ってるんですけど、村田パイセンのナイトツアーということで、今日はどこに行くんでしょうか。前回もね、非常に、怪しげなところに行きまして、楽しいことになりましたけど、今回どこ、村田パイセンどこを連れてってくれるのかなと、多分なんかビーチ沿いのなんか違うバーだと思いますけど、なんかクラブみたいになってたらね、ちょっと楽しいなと思います。あとは昨日ちょっと感じたんですけど、やはりですね、まあこのホテルもそうですし、なんかこうお店行ってもそうですし、やっぱりね、こう非常に若い方が多いですね。前回の旅でもすごく思ったんですけど、例えばこのまま一泊終わった後東京に帰って、東京で一泊していくんですけど、東京でその時間が空いた時にですね、なんかこう、要はベッドメイキングとかしているね、方を見ると、大体おばちゃんだったり、何しろ、外国の方だったりするわけですよ。で、地方とか愛媛とか
そうだな、島根とかもそうなんですけど、実は結構まだまだね、こう若い方が、日本人の若い方が働いてるよっていうのは、たまに見るんですけど、大都市圏行くとですね、おばあちゃんだったり、まあ、おばあちゃんに近いおばあちゃんだったり、していて、いやそこでなんか職を得てる人って結構少ないんじゃないかなと思うんですね。とはいえ、まあ、このヴィラね、自体は多分そこそこお金かかると思うんですね、泊まるとですね。ただそこに若い方が働いているっていうのはですね、やっぱりその若い方がそこで所得を得て家族を養ってたりとか、もしくはそこでこうどういうのかな、自分のために何かやってるとかっていうのがなんかこうすごく日本と違って、とにかく若いと、みんな若い、で皆さんが働いてるんだよね。あまりなんかお年寄りの方に行けないなっていうことを考えてきて、やっぱり、平均年齢も若いし人口自体も多いのかななんてね感じる一面もあったりするんで、そういうホテルでね感じました。ただ昨日行く途中お祭りとかがあってですね、そこについてはもう年齢差関係なくですね、なんか皆さん清掃して、大体なんか白の清掃に黄色いパンツとかなんかこう、なんていうのかな、なんかこう布を巻いて白い帽子をかぶってっていうね、ちっちゃい子からおばちゃんまで、おじちゃんも含めてねすごい格好して歩いてね、そのお祭り的なところに行ってたんですけど、なんかみんな同じような格好してたんで、あれは日本でいうね、着物ないしは浴衣とかね、そういうものなのかなと思いながら風情をね楽しませていただきました。はい、割と明日までになりますけど、僕自身はですね、いろんな撮影とかですね、FBC のメンバーとまた音声撮ったりとか、